1981年、IBM がパソコンを発売した。その IBM パソコンが爆発的に売れるきっかけとなったのは、表計算ソフトロータス123の登場であった。パソコン市場へようこそ。アップルは IBM パソコン発売日の新聞広告でコンピューター産業の巨人に宣戦布告した。この強気の姿勢を支えていたのはアップルパソコンの市場独占だった。そしてその起爆剤となったのは表計算ソフトビジカルク。パソコン戦争の影の主役は2つの表計算ソフトである。新電子立国、前回に続いてパソコン用ソフトウェアの世界に迫っていきます。相田さん、前回はオペレーティングシステム、はい、コンピューターとさまざまな実用的なソフトウェアとの間をつなぐ取り持ちをするソフトウェアのことをオペレーティングシステム OS とこう言いましたね、はい、で今日はその実用的なソフトウェアのことをやろうというわけですね、うん、たくさんありますね、ゲームとか、うん、それからワードプロセッサーとかデータベースとか、もう無数にあります、うん、その中でも表計算とそれからワープロですね、うん、でこれが非常にまあ、パソコンの発達しっていうんでしょうか、パソコンが非常に普及していく上で非常に重要な役割を果たしたん でそれを一つ取り上げてみようというのが、うん、今日の番組であります。その、ね、表計算ソフト、はい、これは何をするソフトなんですか。一番単純な例で言うと家計簿ですね。ああ、そうなんですか、はい、架空にこういう家計簿を作ってみました、うん、電気料金、ガス、水道、電話、交通費、趣味、食費、雑費、合計ってわけですね、うん、でこう叩いていくだけで、うん、もう合計が出てくるというわけですね、うん、で叩いてるだけですぐエンゲル係数 33% と。ああ本当だ、うん、で例えば食費だけを変えましょうと、はい、5万円にしましょうと、はい、ポンと5万円、うん、そうするとたちまち合計が11万になってエンゲル係数は 45% となると。自動的にここをやってくれる。合計もエンゲル係数も計算してくれると、まあ、こんな単純な例でもですね、うん、これ円グラフすると大変でしょ、うん、こうねコンパスで書いてさ割合を出して、いやそれはもうこのソフトウェア使ったら、はい円グラフ行きましょう、パン円グラフのコーナーというわけですね。これが世の中 のパソコン時代を招いたと言っても過言じゃないんですね。あ、これが時代を変えた。これが時代を変えたんです。ハーバード大学ビジネススクール、企業経営の専門家を育てる大学院である。1979年、ここに通っていた一人の学生ダニエル・ブルックリンがパソコン用表計算ソフトを発明した。当時私は学生とは言ってもすでにコンピューターエンジニアリングの学位を持ち、プログラマーとして働いた経験もありました。そこで分かったのは、コンピューターの世界は技術の進歩が激しく、プログラマーは年を取るとあっという間に若い人たちに職場を奪われてしまうということです。そこで私は経営者になろうと思い、このビジネススクールに入学したのです。一クラスは80人、年齢も経歴も様々、ビジネスで成功したいという夢多き学生たちの集まりであった。ブルックリンもまた勉強しながらも新しいビジネスがないかといつも考え続けていた。学生たちは向き合うように座り、実際にある企業を題材にどうすればより良い経営ができるかを討論した。そして学生たちの手には電卓、ヒッピースタイルのブルックリン、当時27歳。ビジネススクールの授業は具体的な例を取り上げて企業経営の方法を学ぶことが中心でした。これは当時のテキストです。十数ページもあるこうしたテキストを多い日には3冊も配られました。ああ見えますか、数字や表がたくさんあるでしょう。すべて実際にある企業の経営情報です。この膨大な数字の中でどれが重要なのかを学生は自分自身で判断しなければなりません。授業では教授に次々と指名されます。ブルックリンさん、あなたならこの企業をどのように経営しますか。これはビジネススクールのテキストである。資本金、社員数、歴史、ここ何年間かの売上、費用、利益、課題となる企業の経営状態を示す様々な統計が記入されている。クラスの全員がこうした電卓を持っていました。私のは35ドルしました。金持ちの学生はもっと立派な計算機を持っていましたが、私にとってはこれが精一杯でした。これは当時の私のノートです。ある製品の製造にかかる費用を変化させたとき、価格や利益にどのような影響が出るのかを計算しています。
私は電卓を使っていてもよく間違えました。間違えちゃいけないと思えば思うほど引くべきところで足してしまったり、小数点の位を間違えたりしました。ひとたび授業が始まると教室中に電卓を叩く音が鳴り響いた。教授は次々と質問を出した。3年間の事業計画を出しなさい。費用が増加したらどうなる。売上が減少したらどうなる。税率が上がったらどうなる。学生たちは正確な計算とそれに基づく経営分析を求められた。つまり成績の良し悪しはこの電卓での計算にかかっていたのである。いかに大変かちょっとだけ見てみましょうか。もう費用は固定にしておきましょう、うん、これを、うん、こっちが売上費用利益とこんなのですね、うん、これは経年化80年81年82年合計と、うん、でまずここ売上1980年の売上は100万円と、うん、年率 10% で伸びていくとすると、うん、それぞれのこの空欄はどう埋まっていくかと、うん、そうするとその 1.1 倍は110万円と、うん、これの 110% は121万円と、うん、これの合計は331万円とこういうわけですね、うんうん、でこの年の利益は100から100引いてこれはゼロだと、うん、ですね、10だと、でここは21だと、うん、ここは31だとこういうわけですね、うん、じゃ計算何回やったかというと、うん、1回2回、うん、3回、うん、4回5回6回7回計算したという感じになりますね。だけシンプルなものでも、ものでもそんなに、ね、しかもこれはいい、ね、例えばその増え、うん、増加する方ですね、はい、増加 10% と、うん、ほんなら 20% はどうなの、 30% はどうなの、減った時、減った時の 10% はどうなんだろう、 20% はどうなの、 30% あるいはこれは費用固定だったけど費用も変化していったらどうなんだろう、なんてことになるっていうと、これはもう計算回数は無数になるわけですね。私が最初に考えたのは、こう目の前にディスプレイがあって数字がたくさん書き込まれた表が映っているものです。そしてこの電卓の背中にはボールがあって、机の上でこうやって動かすと、まるでマウスのように表のある場所を指定することができるのです。で例えば表の中のある数字を変えるだけで全ての計算をやり直してくれる、そうしたものを想像したのです。私はもう電卓を何回も叩かなくていいのです。そうですね、電子的な黒板のようなものが理想でした。というのもクラスの誰かが売上の伸びを 10% にしたり 20% にしたりするたびに、いつも教授が黒板の数字を消したり書いたりしていたからです。それを見ていて、もっと便利な方法はないかと考えたのが表計算ソフトを開発するきっかけでした。これはブルックリンが表計算のアイデアを練ったメモである。例えばS はストア保存、 I はインストールコラム、表の枠を増やす。表計算に必要な様々な機能を当時の能力の低いパソコンにどれだけ盛り込むのかにブルックリンは頭を悩ませた。私は教室でも家でもどうすればパソコンでこのソフトを実現できるかと考え続けました。他の学生が発表している時は紙の裏にアイデアの断片を書き連ねました。何よりも重要だったのはビジネスに必要な計算機能が何かを知り、その実現のためにどのようなプログラムが良いのかを決めることでした。こうして表計算ソフトという私のアイデアは徐々にまとまっていったのです。ボストン郊外ケンブリッジ。1978年、ブルックリンは友人のボブ・フランクストンとソフトウェアアーツ社を設立した。ここは私の現在の仕事部屋ですが、コンピューターが5台あり、全てがネットワークでつながっています。今から17年前、ブルックリンと一緒に仕事をしたのも私のアパートのこうした屋根裏部屋でした。部屋には小さな机と本棚があっただけでした。ブルックリンはプログラマー出身で、私にはビジネスの経験がありました。だから二人の知恵を合わせると会社を経営するのに好都合でした。表計算ソフトの開発にあたってはブルックリンが基本的な設計を担当し、それをもとに私がプログラムを書きました。当時マサチューセッツ工科大学には時間貸しコンピューターがあった。二人はそれを活用することにした。フランクストンの屋根裏部屋に端末コンピューターを置き、そこから電話回線を使って大学のコンピューターに接続した。
画面のデザイン、マウスやキーボードの使い方、そうしたブルックリンのアイデアをフランクストンがパソコン用のプログラムにしていった。昼間は学校へ行き、午後3時頃にフランクストンのアパートへ向かいました。彼はいつも寝巻きのまま起きてきました。徹夜で仕事をしていたからです。私たちはプログラムをテストし、間違いを見つけ出しては直しました。あの頃は自分たちでコンピューターを借りていたので、いつも金のことが頭から離れませんでした。ですから使用料金の安い深夜に仕事をしたのです。朝8時になると使用料金がぐっと上がるので、仕事を辞めて眠りました。とにかく一晩中プログラミングをしていました。自動的に計算をしてくれる電子黒板、ブルックリンのアイデアがパソコンで実現するのに6週間かかった。しかし誰もが簡単に使えなければ買ってもらえない。機能、操作性、スピードなどあらゆる面にわたって検討に検討が重ねられた。その都度プログラムを書き換えてはアップルパソコンでテストが繰り返された。最終的に製品が完成したのは1979年10月、開発の開始から1年後のことである。完成した表計算ソフトはビジカルクと名付けられ、アップルのパソコンで動いた。使い方はマウスで表の場所を指定し、キーボードで数字を変える。例えば縦軸に売上、費用などの項目を並べ、横軸には年度を取る。左上の赤い枠で囲まれたところに売上の上昇率 10% を入力すると、右下にはたちまち3年間の利益の合計が出る。次に売上の上昇率を 20% に変えてみる。同じように計算結果が右下に出る。続けて 30%、 40%、 50%、次々と利益の合計が変わる。私は教授の何人かにこのソフトが売れるかどうかを聞いてみました。コンピューターのことを知らなくてもビジネスに詳しい教授たちは皆、なんて素晴らしいアイデアだと褒めてくれました。しかし中にはこういう人もいました。大型コンピューターでそういうソフトはすでにある、欲しがる人がいるかどうかは疑問だ。ある有名な財政学の教授でした。これはペプシコーラ社を題材にしたテキスト。ブルックリンはビジカルクを使って5年間の経営予測をしてみた。費用の上昇、売上の減少、税率の変化、ありとあらゆるケースについて計算し授業で発表。もちろんもらった成績は最高点。この成功に自信を得てビジカルクを発売。瞬く間に大ヒット商品となった。当初月に1000本だった生産は2000、3000と急増した。すでにアメリカではビジネススクール出身者が大量に産業界に進出していた。彼らが真っ先にビジカルクに飛びついた。大型コンピューターでしかできない業務分析を個人ができるようになったからである。中小企業、個人商店、セールスマン、ビジカルクとアップルパソコンを求める人は後を絶たなかった。ブルックリンとフランクストン、2人の若者は表計算ソフトで時代を変えた。これがビジカルクですね、うん、これ全部で$99、うんうん、で開けますとこれがマニュアル、はい、でこれが、フロッピーのソフトウェア本体、はい、それが一番大切なんですね。一番大切なんですね、うん、フロッピーそれ自体はですね、はい、$2、あ、安いんですね、原価$2、ね、うん、それで、このマニュアルとフロッピーとこんなもの全部入れて、原価$9だったそうです。$9、はい、ですから$99うちの$9引いて$90がまあ利益と、こういうわけですね。おお、すごいじゃないですか。これが10万本売れたんだそうです。1年にね10万本売れましてね、約24-25億円ですね。あまりの成功に何と言っていいか分かりませんでした。とにかく嬉しかったのは、人々がビジカルクを受け入れてくれたことでした。大きな会社でも経理の計算などに使われ始めました。あの IBM もビジカルクを見てパソコン開発を決めたと聞いています。また最も権威ある経済誌ウォールストリートジャーナルの記事にもなりました。ワシントンの議会で新たな予算請求があったため、ビジカルクが計算に大活躍していると伝えたのです。つまりビジカルクはワシントンの議会でも使われ、有名になっていたのです。
そしてその有名なソフトを作ったのは自分たちなのです。とても素晴らしい気分でした。私たちがアップル2を発売したのは1977年。パソコン産業はまだ産声を上げたばかりでしたが、その発展を加速したのは表計算ソフトの登場でした。私は今でもビジカルクを初めて見た日の衝撃を覚えています。表の中で自動的に様々な計算をしてくれるソフトがアップル2の上で動いていたのです。アップル2はビジカルクの登場でゲームで遊ぶだけでなく実用的なパソコンとして生まれ変わったのです。このアップル2が売れた理由はこのビジカルクという表計算ソフト、表計算ソフトだった、はいはい、それはあの青年たちが作ったと、はい、その売れてるアップル2を見て IBM ですね、はい、我々もあれにあの世界に参入しようと考えて作ったのが IBM パソコンだったわけですね、うんうん、その時にここでアップル2を加速したビジカルクのようなソフトウェアがやっぱしこのここにも登場するわけです、うん、アメリカ東海岸ボストン。ここに世界有数のソフトウェア会社ロータスがある。創業のきっかけは IBM パソコンの登場だった。ビジカルクの販売を担当していたミッチー・ケイパーは IBM パソコンがアップルに代わって時代の主流になると考えた。そこで天才プログラマーと呼ばれたジョナサン・サックスとロータス123を開発した。それは IBM パソコンで最高の性能を発揮できる表計算ソフトであった。私たちが開発した123が市場に登場すると IBM パソコンの売り上げが3ヶ月間で3倍に伸びたと聞きました。それはちょうどビジカルクの登場とともに Apple II が売れたのと同じ現象でした。ソフトの優秀さがハードの売り上げに貢献したのです。 IBM のセールスマンたちは客に123を見せてパソコンがいかに便利なものかを訴えたのです。1982年11月製品発表と同時に2人は300万ドル8億円近い注文を受け取った。ビジネスユーザーの多い IBM パソコンにかけた2人の思惑は当たった。ロータス123はビジカルクを圧倒し表計算ソフトの代名詞となった。IBM パソコンの普及とともにロータスの市場は広がっていった。ヨーロッパ、日本、そして中近東、8年間にわたってベストセラーソフトの地位を守り続け、これまでに2000万本を売った。ロータス123に魅せられたビジカルクのユーザーは次々と IBM パソコンに乗り換えた。この結果 IBM パソコンの生産は飛躍的に増え、パソコン市場の覇権もまたアップルから IBM へと移った。ロータス123を初めて見たとき、売上が6000万ドルを超える大ヒット商品になると確信しました。そしてその通りの結果になったのです。非常に焦りました。でも何とかしてこれを乗り越えようとしました。しかしアップル2の仕事が忙しく、とても IBM パソコン用のビジカルクを開発販売する余裕はありませんでした。売上はどんどん下がり、人生最悪の時でした。そうですね。私たちはビジネスには失敗しました。しかしビジカルクはパソコン産業に大きな影響を及ぼし、人々の生活を変えたことも事実です。人生にはいつでもそういう可能性があるということをビジカルクは思い出させてくれます。そして他の人と違う考え方をすることが正しいこともある、こういう思いも強いですね。ダンブルックリンの自宅、ここで彼は現在ソフトウェアガーデン社を経営している。社員は3人。2人は市場から撤退した後ロータスの技術顧問に招かれたが間もなく退社。もう一度ソフトビジネスで成功したい。2人は今も夢を追い続けている。ちょっとご覧ください。これですね。はい、これは立派な。これ日本製なんですよ。え？はい。え、ちょっと待って、時代は？いや、時代がない。うん、IBM パソコンより前です。ちょっと柄大きいですね。でも立派。ええ、うん。メインフレームのコンピューターからミニコンになる、ミニコンから、パソコンになるんですが、そのちょ中間でしょうかね。だけど、ほとんどこの機能的には全くパソコンと同じような。ですから、キーボードあり、ブランカーの表示装置あり、ディスケットがあると。そういうものですね。
コンピューターを閉じ込めていた。1980年 M200 というパソコンとソードピックスと呼ばれる表計算ソフトがセットで発売された。財務経理に必要な複雑な計算を簡単に処理できたため、中小企業を中心に売れ注目を集めた。ソード社には当時多数のコンピューターメーカーが訪れたという。あのね、実は IBM も買いに来たんですよ。あ、そう。はい、NEC も買いに来たの。富士通も買いに来た。もう皆さんみんなそれを売ってくれって言ってきたんですよね。それどうなさいました？で、私はね、ほら、昔風だったんで。何がですか？私の頭の中、考え方がね。あ、はいはい、だから昔風っていうのはどういうことですか？クローズドポリシーですよ。全部自分のものだと。あ、こういう発想ですよね。あ、オープンじゃなくて、オープンじゃなくて。どういう方なんですか？あのね、25歳で脱サラして、それでそのコンピューターを作ろうとなって、まあ現地に作ったわけですね。でもう、目指したのは50万円台の、コンピューターを作って、そのまあ大企業じゃなくて、むしろ中小企業に売ろうと。で、中小企業のニーズに合わせてそのソフトウェアを作ってあげて、そしてオフコンと一緒にして売ろうとなさった方ですね。結局ですね、やっぱり、メーカーを目指してたでしょ。あー、当時ね、ハード思考だったんで、やっぱりだから我々の夢みたいなホンダだとかソニーだったわけですよ。はあ、ですからやっぱりああいうその完結したその一つのメーカーってものを作れると思い込んでたんですよね。だからやっぱり今のようにもうちょっとそのサービスオリエンテッドなね発想があれば随分変わったんでしょうね。ですからあの時に本当にOS も買いにいろんなところが来ましたから、 OS を売ったりとか、またパテント取っといたりしとけばですね、日本のやっぱりそういう分野の草分けになったかもしれませんね。だからアメリカのマイクロソフトもちょっと一目置いたかもしれませんよ。愚かな話でね。ですからそのソフトウェアだけ独立して売ろうと。だからソフトウェアを、いいソフトウェアを作って、それをそのちゃんとした手立てを、例えば法的な処置を取るとか、それからライセンス契約をするとか、それだけを独立して、それだけで商売をしようっていう考えは全くお持ちにならなかったようですね。ですからもうあくまでこっちが主体だと、これを売るための道具としてソフトウェアを考えたと。計算のソフトをもし表に立ててたら、あるいは変わったかも分かりませんね。ハードとソフトの微妙な関係を示す話がもう一つある。パソコンの創造期から市場をリードしてきた日本電機。その成功のきっかけは1979年に発売されたパソコン8001のヒットであった。その時、日本電機はその後のパソコンビジネスを左右する重大な選択を迫られていた。このパソコンに載せる言語をマイクロソフトベーシックにするか、自社開発したベーシックにするか。当時プログラマーだった時さんは上司と意見を異にしていた。マイクロソフトのベーシックっていうのは確かに機能は豊富で使いやすいんですけども、スピードはかなり遅いんですよね。で、その頃はそのパソコンコンピューターのその良し悪しを決める一番大きなファクターっていうのが、まあ非常に大きなファクターっていうのがそのベーシックのスピードだったんです。それが遅いやつは売れないと。で、我々が自社で作ってたものっていうのはそこは非常に速くて、まあ自信作だったと。で、マイクロソフトのものはそれに比べるとかなり遅いと。確かに標準ではあるんだろうけども、いかんせんスピードが遅いというんで、で、いや絶対うちの方がいいですよと。当時ベーシック言語っていうのだったんですけども、そのベーシック言語で、ほぼ同じくらいの機能のものは日本でもできていたということですね。作ろうと思って開発しましたから。で、突然呼ばれたんですね。ちょっと来い。まあいろいろやってたのは知ってるけども、とにかくマイクロソフトを選ぶことにしたと。マイクロソフトのベーシックを選ぶということにしたと。いかに大勢の人たちに使ってもらえるソフトかと。これがまあいわゆるディファクトスタンダードにしていく過程でございますけれども、それに少しでも近いものがいいぞと。技術的に優れているだけではダメだ。その技術的に優れているっていうことと大勢が使ってくれるっていうものとは違うよと。なるほど。これはちょうどその言語なんかでもね、なんかエスペラント語とかいうのがいいんだそうですけども、あんまり誰も使っとらんと。そうですね。英語は文法的には良くないのかもしれないけども、大勢の人が使っていると。これと同じようなことだと思ったんですね。